どうもメンディーです。今回私は旅の出発地点の市ヶ谷に来ております。というわけでね、電車が行き交う中、今回の旅がどんなものになるのか、ウキウキドキドキ楽しみにしております。秋晴れ最高。32回目のムーブオン。今回は皇居外堀に面した JR 市ヶ谷駅のホームからスタートします。いや本当にいい天気でよかった。ちょっと日差しが強すぎるくらいだけどもね、顔が飛ぶからちょうどいいんじゃないかい。ね、ここで釣ったお魚って食べれるの？ね、いやなんかこの駅のホームとさ、釣り堀の絵のセットっていうのはこのなんか市ヶ谷駅独特なもんでさ、私はなんか昔、飯田橋の専門学校に通ってたんでね、この通るたんびにほのぼのして見ておりましたね。釣りできないんだけどね、昔魚に釣られたことがあって、魚に引っ張られて川に落ちて溺れたことがあってね、それ以来ダメです。魚は好きだけどね。こちら市ヶ谷フィッシュセンターの釣り堀はなんと半世紀以上の歴史を持つ知る人ぞ知るスポット。今も昔もレールの音を忘れて水面と向き合う人たちの姿が印象的。釣り堀だけではなく、熱帯魚や金魚、水草や観葉植物などの飼育用品、そしてなんと爬虫類まで取り扱っているとのこと。テーマパークさながらで、カップルや友人連れ、もちろん家族や一人でも楽しむことができます。わあ、いい天気。こうね、この景色ってずっと変わってないんだもんね。なんか石畳の橋の上を下っていくみたいなさ、いいよね。レトロレトロな切符でございます。今じゃね、だってIC の方が優先的だもんね、数的にさ。隙間産業。またこう駅を降りるとさっきいたホームをねこう見下ろすことができたりね。で今私が立っているこの橋の上、実は千代田区と新宿区の境目でございまして、私からあなた方の方が千代田区で、向こう側が新宿区になりますが、今日はね新宿区方面を皆様にご紹介したいと思いますのでね、ゆらりゆらりと歩いてまいりたいと思います。です、では下っていきましょう。おほほほほ。色づいてるね、葉っぱがね。すごいなんかこう駅から降りてさっき言った、何中央線のホームとか釣り堀の方を見ていると、やっぱすごく立体的に物が見えるから、あの
日々立体社会の中で自分も生活してるんだなっていうのを改めて実感できる感じかな。でこうお堀にさ水が張ってあって、お堀って本来あの敵が攻めてこないように建てられてるもんでしょ。だからね、それが数百年を経て、今はじゃあねこういうふうにそのお堀のところ に釣り堀なんか作っちゃってさ、平和にこう家族で恋人でまあ一人で釣りなんかしている光景を見るとね、やっぱ歴史ってこう流れていくんだなっていうことを改めてね実感したりするの。平和だね、なんか今平和のように錯覚してるだけかもしれないけど、何が平和かって難しいけど、でも今日の私は少なくとも平和です。天気いいね、気持ちいいね、そういうのに幸せって感じられる瞬間があることが一番の贅沢。秋だね、私地図のデザインって見ちゃうんだよね。こういう立体的な地図だと分かりやすいよね。今私たちはここにいる、この大日本印刷 DNP サインポール、これが目印です。私の、シークレットゾーン、ウォーキングコース皆様にご紹介したいと思います。この時点でシークレットじゃなくなっちゃうけど、行きましょう。そしてこうちょっとこの坂を登って歩いていくとですね、今しか見れないのかな、これはあるとっておきのスポットがあって、まあこちらなんですけどね、ここも、以前は大日本印刷に関係する建築物が建ってたんですけれども、何も今取り壊し、結局建て替えるのかしら、これはね、何もありません。だからこの広い空が見えるのは限定的かもしれないね。このちょっと錆びついた階段をね登っていくと、なんか未来の廃墟みたいな光景が広がってます。見よこれを、本当になんかここは下調べとかをせずにね、いつもウォーキングで通る私のシークレットゾーンだから、詳しいことはねあんま調べてはいないんだけれどもさ、なんか夕方にウォーキングしてて初めてここ見つけた時に、はあ、なんか本当にこうこれが過去なのか未来なのかよくわからない、でもなんかすごく未来の感じがする廃墟感というか、その雨水が溜まったまんまで茶色けた水面が揺れていて、そこに映る空が本当にこう未来に通じてるような、そんななんかこう錯覚に陥るっていうかね、今だけだね見れるのも。そうこれでね、この隙間から見えるさ防衛省のあの鉄塔が本当にこう私は好きで、そう晴れの日でも、今日ちょっとスモークがかってるんだけども、そのスモークがかった感じが未来的に見えるし、澄んだ空気の時はもっとはっきり見えて、それはそれでなんかこうオブジェのようでね美しいし、
夜はまたうっすら見える鉄塔の輪郭が何かこう言葉にできないようなテレパシーをあたかもこっちに電波としてなんかこう送ってこられているような感覚にもなるし、隙間から見えるこの防衛省の鉄塔タワーがとても好きです。いや本当に昔ながらの景観が見れるさ、市ヶ谷駅前のあの堀の景色からほんの数分歩いただけでこの近未来的な景観を堪能できるというかね、これ本当にね、あの住宅地のど真ん中でね、この市ヶ谷近辺のこの大日本印刷に関連するビル立ち並んでますけれども、ちょっとそれれば本当に住宅地の中にポツンとこう出現した未来都市みたいな感じで、いいな、この時間歩くことはあんまないから好きですね。夜も素敵、明け方も素敵で、お昼も素敵だった。また発見しました。平和が訪れて、でここにね貴重な文化財があるんですけれども、あれ開いてる、あ、なんと、まあ運がいいことに開いてます。こちらは林氏墓地。林氏墓地は江戸時代初め、徳川家康に仕えた学者林羅山とその子孫が眠る墓地。林家は江戸時代から明治維新までの数百年の長きにわたって、政治や文化、学問などさまざまな分野に大きな貢献を果たしました。現在墓地は国の史跡に指定されていて、一般公開されるのはなんと1年に1度、11月初めの数日間のみ。今回その貴重な特別公開のタイミングに立ち会うことができました。どうも、はい、ありがとうございます。はい、おお、今実際にこの墓地の、まあこちら側は、まあ、墓石だけ集められたってことだったんですけど、実際に今この中に眠られているご遺体が実際にあると思われます。思われるのが今4つ。8世、8世、9世、10世、11世。11世の4つ、はい。それであそこで明治維新。あ、明治が始まるのが。この8世から9世、そこで11世ですが、12世が最後の、うん、あの林家の最後は12世です。で12世で、明治維新を迎える。したがって明治亡くなられたら明治以後ですから、ここには墓ありません。 あるのは11世さんが亡くなった時までの、までの。そっか、いや不思議ですよね、まあ、実際にこちらに眠られてるっていう、なんか、まあね、うん、お墓ですし現に残ってるし、うん、墓を暴くっていうかね、うん、暴くと日本語では言うんですけど、うん、これを掘って確認したりはしません、うん、墓ですからね。でもその中に眠ってるはずです。これが一世なんだ。
林家一世羅山氏の墓標墓石の前にね今立っていますけど、もともとは広い敷地にこうあった林家一族のお墓を今この新宿区のある土地の一角にこう収めているという感じでね。で普段はクローズになっているんですけれども、もう幸いなことに今日このシューティングのタイミングで年に一度の公開のタイミングがあって、それがその文化の日前後になるんですけれども、今年は11月の3日と4日と5日の金曜祝日土曜日曜ということで、たまたま今日はその日にシューティングがぶつかったということで、普段はねウォーキングのコースということで必ず通過するんですけれども、鉄の門で閉ざされていて、なんかそれだけでとてもすごく神秘的なイメージがあるんですけれども、実際に中に入ってみると、なんかこう、さっきまで近未来的な景観にいたせいか、一気にこう過去にタイムスリップしたかのような、そして何かこう言葉に表現するのがとても難しいぐらいの何かこう力というかパワーを感じます。不謹慎かもしれないけど、パワースポットっていう表現の仕方が一番フィットしてるのかな、今この世の中に存在する言葉で選ぶのであれば。来てよかった。残念なことにこれ公開される時にはね、もうまた鉄の門で閉ざされているわけですけれども、毎年11月の頭文化の日前後に必ず年に一度公開される日程がインターネットなどでも、アップされますのでね。だって林羅山なんて1657年に亡くなってますから、今から500年近く前、500年近く前の人間が今この日本のこの景色を想像できただろうか。ましてやインターネットなんかですぐに調べて足を運べてしまうこの便利な世の中、この便利っていうような、私たちの感覚で便利というこのものを当時の人が目の当たりにしたら、果たしてそれは本当に便利で幸せなことなのかっていうのもすごく今聞いてみたい、その時代の人に。なんか今日本当旅してる感じするよね。いろんな Now and Then、 そして未来っていう感じ、本当にしてる。東京の街の魅力って電車からとか車の中とかバスの中から見える、それぞれそこから見える景色っていうのはさ、やっぱり素敵だなって。その場でしか見えない光景もあるから、絵的に切り取ればどれとっても素敵だけど、本当に歴史的なことだとか、そういったところも含めると、やっぱり自分の足で歩いてみた時に初めて分かるもの、それは本当全国つつ裏裏に言えることではあるんだけど、本当にその首都東京っていうところが、首都としての東京っていうよりもやっぱりこの歴史の中の一部としての東京っていう見方をすると、あ、東京もこういう街だったんだっていうのをね、こう
改めて実感できる。それは古くから東京に住んでいる人だったり、子供の頃から東京に住んでいる人ほどね、やっぱり自分の足で歩いてみることって大事なんじゃないかなと私思うでございますの。そう、ここ外苑東通りに出てちょっと歩くとですね、前回のムーブオンで私がなぜ草間彌生先生のあのかぼちゃのドットの手ぬぐいをスカーフにして巻いていたかと言いますと、本来でしたら今回のこの回、前回の31回目でねやりたかったんですが、あの回の中でもお伝えしましたように、当日雨でですね、それが欠航となってしまいまして、まあじゃあもういいよって投げやりな結果が前回の31回目でございまして、っていうのは嘘でございますが、本当はねこの東京の、まあ、新宿区になるんですけれども、に新たにできた、アート施設ということで、ここ、まあ、中身は完全予約制なので、こちらの美術館は中をお見せすることはできないんですけれども、草間彌生美術館、今年2017年の10月オープンということで、この地に誕生しましてね、でご本人も制作の拠点としているこの新宿区の場所に、でやはり今まあ、亡くなったわけではなく、今現在2017年生きていらっしゃる、現役の芸術家がこういった形で美術館を、こんな大掛かりな美術館を開館させるということ自体稀なことなので、まあ、あとはまあ個人的にね、まあ、単純に私がとても草間彌生先生 の、まあ、その創作意欲と、そしてそのお作りになった作品というのをとても気に入っていて、でもちろん絵で知られてますけど、手記ですとか、あとは音楽も作られたりなさっているのでね、本当にいろんな、そうね、創作家でありながら絵だけにとどまず、いろんな形で、その自身の生涯を通してもう残し続けたい、できる限り描き続けたい、その創作意欲というのがね、もう本当に私はリスペクトしております。なので取り上げたかったスポットであります。本当はね、ここに手ぬぐいのスカーフしてきたかったよ。ぜひね、インターネットで調べていただいて、草間彌生美術館という形で検索していただくと、2ヶ月先の、予約をその月のね1日10時から開始されるみたいでね、定員がその時間帯によって決まってるし、毎日やってるわけではないので、そういう詳しいことはご自身でお調べください。なんか悔しいからあ、実はね一度行ったんですけども、また行きたいなって思っちゃう。今日のね最終地点に行こうと思います。芸術の秋の会最終地点って感じかな。あー、着きました。早速中入りましょうかね。こちら新宿区立漱石公園は、小説家夏目漱石の漱石参謀と称された自宅跡地。第二次世界大戦の戦火によって建物は焼失してしまいましたが、現在この土地を管理している新宿区によって敷地の一部が公園として開放されています。また今年2017年9月にはこの公園に併設して
漱石参謀記念館がオープン。漱石参謀の一部が再現されたスペースや、坊ちゃんをはじめとする著書の貴重な初版本や様々な資料の展示、そして我が輩は猫であるにちなんで何とも言えない表情の猫がデザインされたブックカフェ漱石。五感で夏目漱石を堪能できるこの場所は老若男女問わず今一押しの東京スポットと言って間違いなし。なんかこう Now and Then、そして未来、芸術の回と、もしこれを題するのであれば、そのね、今日の終着地点は、まあ、我が輩は猫であるだのなんだの本当に数えきれないほどの作品を残し、まさに日本を代表する芸術家のお一方である夏目漱石先生のその生涯を終えたこの地でね、32回目の部分を終えるって、なんかこうすごいね、すごく良い意味で鳥肌立ちますね。いや、なんか改まっちゃうけど、ポリポリじゃないけど、うん、でも本当になんか、うん、まあ、芸術の秋も食欲の秋も自分の足で歩いて、そして踏みしめて実感することで、やっぱり感動も全然違うし、でそして歩き回った後の空腹を満たす食事っていうのがまた美味しいんじゃない。というわけで私はもうお腹ペコペコ、もう持ちませんなんて言っちゃうと失礼かもしれませんが、今回のムーブオンは、うん、少しでも皆さんの、そのね、それぞれの感性の秋のね、こうなんて言ったらいいんだろうな、ガイドブック的な感じでご覧いただけていましたら幸いでございます。さあ、もうね、日も暮れてきて、さっき市ヶ谷の駅の釣り堀にいた人たちも家に帰るんだろうな、そろそろ。私もそろそろ家に帰って美味しいご飯食べよう。ちょっと話がそれてしまいましたが、こんな感じで今回のムーブを、お別れしたいと思います。またお会いしましょう。メンディでした。散る時が来るまで、ね。
そんなに疲れているのに抱きしめる抱きしめてくれたらそれから先は言わない。Summer